こんにちは、フリント船長です。今回は、2024年米大統領選で話題となっている、隠居の候補者たちについて、お話ししたいと思います。隠居とは、中国系移民を家教と呼ぶのに、対応した故障です。インド国籍を保持している国外居住者と、インド国籍を持たないインド系移民、およびその子孫の総称で、全世界に3210万人います。ちょっとした国より人口が多いのね。母国インドの人口が14億人ですから、 海外在住のインド人の人数も自然と多くなりますね。隠居の人口が最も多い国が米国で412万人です。ちなみに、日本にいる隠居は3万人です。日本でも結構見るような気がするけど、米国には100倍以上住んでるのね。さて、現在、2024年1月時点、米大統領選の予備選が始まりつつあります。米国の大統領選挙は世界が注目する4年に1回のドラマですが、今回は、 インド系女性性の対決になる可能性が、急浮上しています。現職のバイデンと現職のトランプの対決じゃないの共和党のニッキー・ヘイリーは当初、方角候補視されていたのですが、共和党予備選候補者による公開討論会で注目を集め、秋口に入って、デサンティス・フロリダ州知事を追い抜いて、2位に急浮上しました。トランプ氏と距離を置く共和党支持層は、ニッキー・ヘイリーに集まろうとしています。また、共和党予備選は、 トランプ氏が圧倒的に有利な状況ですが、現在、多くの罪状で刑事訴追を受けている身ですから、これから、不測の事態が起きないとも限りません。でもバイデンは現職だから、民主党は予備せんないんでしょ。問題は、彼の年齢と、健康状態です。2022年には、会議で、交通事故死した議員の名前を呼んで、探す場面がありました。死亡した事実を、忘れていたと見られています。最近も、 テイラー・スウィフトとブリトニー・スピアーズを間違えたみたいね記者会見の回数もめっきり減ってしまい、会遊も副大統領のカマラ・ハリスに代行させる機会が増えています。コップ2 8首脳級会議やイスラエル、ハマス、軍事衝突停止をめぐるアラブ各国首脳との協議も全てハリスに丸投げする始末です。カマラ・ハリスはこれまで対応が極めて難しい移民問題を担当して不人気になっていたのですが、最近は 海有を任されて、水を得た魚のように、生き生きしています。米国では、大統領が植物遂行不能の場合には、副大統領が大統領職を代行し、大統領が死亡、辞任、または免職となった場合には、副大統領が大統領となると定められているので、選挙戦の途中でバイデン大統領の健康状態が悪化した場合、カマラ・ハリスが民主党の大統領候補となる可能性があります。このように、次の米大統領選が、 インド系女性性のの対決となる可能性が出てきたのです。まずは、共和党のダークホースとして、最近脚光を浴びている、前述の、ニッキー・ヘイリーについて見てみましょう。ニッキー・ヘイリーの両親は、インド、ガンジャブ州、アムリトサル出身の、シーク教徒です。ちなみに、アムリトサルは、シーク教の総本山である、黄金寺院がある、シーク教の聖地です。伊勢神宮のある、伊勢氏みたいなものね。以前アップした動画、シーク教指導者殺害事件。 カナダとインドの対立の背景でお話しした通り15世紀末のシ育ク強成立時から裕福で教育水準の高い層の経営が多かったことからシ育ク教徒には社会的に活躍する人材が多いのですがニッキー・ヘイリーの両親もまさにそうでした彼女の父親のアジット・シンランダワは1950年代にバンジャブ農業大学の助教授だったのですがグリティッシュコロンビア大学から奨学金を受けて1964年に妻の ラジカウルランダワと共にカナダに移住しました。アジットは1969年に白紙号を取得し、米国サウスカロライナ州のボーヒーズ大学に生物学教授の職を得て家族でサウスカロライナに移住しました。彼女の母親、ラジカウルランダワはテリー大学で法学の学位を取得しており、その後教育学の修士号を取得してサウスカロライナの公立学校で7年間教鞭を取っていたのですが、1976年に 世界中の多くの国からのセレクションを販売するユニークなギフトブティックとしてエキゾチカインターナショナルインクを設立しその後アパレル部門を加えて数百万ドル規模のビジネスに成長させました学校の先生が起業して成功したのね以前アップした動画世界三大商人家教、陰教、ユダヤ人とのビジネスは大変だけど面白いでもお話しした通り陰教は家教、ユダヤ人と並んで世界三大商人と言われていますから さすがの詳細というところですね。ニッキー・ヘイリー、旧姓・ランダワは,は1972年にこの両親の元に生まれました。なので彼女の出生地はサウスカロライナです。インド人移民の子供って言うと貧乏な家庭に育ったイメージだったけど全然違うのね。裕福なインテリの家庭ですね。ちなみにニッキーというのは彼女のミドルネームでバンジャブ語で小さなものという意味です。なので通常の 英米人の名前のニッキーとは、綴りが違っています。彼女の家族が住んでいた、サウスカロライナ・シューバンバーグは、キリスト教福音派の白人が多い中町で、彼らランダワイッカは、初めてのシ育ク教徒の家族でした。ターバンを巻いたお父さんは、相当梅だったでしょうね。ニッキーは、小学校の休み時間に、人種でチーム分けをしようとする子供に、黒か白を選べと言われて、私はどちらでもない、茶色よ、と、抵抗したそうです。ガッツがあるのね。 以前アップした動画、インド人の特徴、でも触れたのですが、北インドのインドアーリア系には、白人っぽい人が多いのです。彼女の両親はバンジャブ州出身だから、インドアーリア系なのね。ちなみに、後述するカナラ・ハリスのお母さんは、タミルナド州県内出身なので、南インドのタミル系です。ニッキーは、1994年に、地元サウスカロライナ州の、クレムソン大学を卒業して、一旦は一般企業に就職するのですが、その後、 家業の、エキゾチカインターナショナルインクに、CFO として入社します。お母さんを手伝うことにしたのね。また、1996年には、サウスカロライナ州、陸軍州兵士官である、マイケル・ヘイリーと結婚し、夫の姓を名乗るようになります。彼女は、1997年に、夫の宗教である、統一メソジスト教会に改宗しています。統一メソジスト教会は、キリスト教福音派の一つです。キリスト教福音派って、 トランプの支持ボ母体よね。2004年に、彼女は、サウスカロライナ州議会、会議員選挙に、共和党から出馬して当選します。さらに、2010年には、サウスカロライナ州知事選に出馬して、当選しました。サウスカロライナ州、初の女性かつ、非白人の知事でした。2014年に再選され、2期目に入って間もない、2015年6月17日に、チャールストン協会銃乱射事件が発生します。21歳の白人の若者が、 米国サウスカロライナ州チャールストンの黒人協会で銃を乱射、聖書弁協会のために協会にいた協会員のうち9人が死亡し1人が負傷しました。実行犯が犯行当時に車のナンバープレートに南部連合の旗をつけていたことからヘイリーは衆議会議事堂に掲げられていた南部連合機を撤去する決定を行います。南部州の衆議会議事堂から南部連合機を撤去する決定は相当にセンシティブなものですが彼女の 結束の呼びかけは、全米で大きく報道され、多くの賞賛を受けました。2016年の大統領選予備選挙では、マルコルビオとテッド・クルーズを支持し、トランプ氏には批判的な立場だったのですが、大統領選挙に勝利したトランプ氏の指名を受けて、国連大使に就任して、知事を辞任します。トランプはどうして、自分を支持しなかった人を指名したのトランプ政権の閣僚級ポストは、身内の白人男性ばかりだったので、共和党側から、 バランス人事の働きかけがあったのかもしれません。ヘイリーの公認知事となるヘンリー・マクマスター副知事がトランプ支持者だったからだという推測もあります。自分を支持する州知事を増やしたかったのかしら国連大使就任はこれまで外交経験の全くなかったヘイリーにとって絶好の学習機会となりました。彼女は2018年末に国連大使を辞任します。何があったの彼女が辞任を発表したのは ワシントンの繁職監視団体が彼女を告発した翌日でした。告発の内容は彼女がサウスカロライナ州の企業関係者からの招待で高価プライベートジェットの旅行に7回行ったというものでした。ヘイリーはこれらは個人的な友人からのプレゼントであり、収賄には当たらないと主張しました。実際、この案件で彼女が検察の訴追を受けることはありませんでした。また、告発した繁職団体も告発が 彼女の大使辞任と関連があると、信じる理由はない、とのコメントを発表しました。それなら辞任しなければよかったのに。その後は私服の時を過ごし、2023年2月15日に、大統領立候補を表明、トランプ氏への挑戦を表明した最初の立候補者となりました。まを字してって感じかしら。2021年時点では、トランプ前大統領が再出馬を決意した場合は、2024年の大統領選への立候補はしない。と言っていたので、 微妙ですけどね。気が変わったのね。トランプ氏は再出馬しないと思っていたのかもしれませんね。ヘイリーは2023年中に行われた4回の共和党大統領候補討論会で高い評価を得ました。トランプが出なかったやつね。その結果、デサンティスフロリダ州知事を追い抜いてトランプ氏に次ぐ支持率2となったのです。デサンティスって賢いトランプって言われてる人でしょ。そういう人物なので。 トランプ氏と距離を置く共和党支持層からの支持は得られにくいんですね。現時点では、反トランプの共和党支持層がヘイリーに集結する流れになっているようです。トランプ氏は当初、予備選のライバルとしてデサンティス氏を非難してもヘイリーへの個人攻撃は控えめでした。自分が共和党の指名を獲得したらヘイリーを副大統領候補に起用するという思惑があったようです。反トランプの共和党支持層をできるだけ取り込もうっていうことね。ところが最近は、 ヘイリーの台頭を警戒して、徐々に批判を強めているようです。続いて、もう一方の民主党のインド系女性、カナラ・ハリスについてお話しします。原副大統領ね。ハリスの父親のドナルド・ J ・ハリスは、アフリカ系とアイルランド系の根血の、ジャマイカ人移民です。カリフォルニア大学バークレー校で、経済学を修学するために、1961年に米国に渡り、いくつかの大学で教鞭を取った後に、スタンフォード大学の教授となり、 現在は同大学の名誉教授です。カリフォルニア大学バークレー工材学中に、栄養学と内分泌学を学ぶ大学院生だった、インド、チェン内出身のシャマラボ・パランと出会い、結婚します。この二人の間に、1964年に生まれたのが、カマラ・ハリスです。アフリカ系、アイルランド系、インドタミル系の根血ですね。カマラ・ハリスも教授の娘なのね。二人とも、裕福なインテリの家庭で育った、というのが共通点ですね。 ちなみに、カマラというのは、ヒンズー教の女神ラクシュミの別名で、サンスクリット語の、ハスの女性、を意味する、カマラーに由来するのだそうです。彼女の3歳下の妹の、ミドルネームは楽趣味です。ハリスが7歳の時に、両親が離婚し、その後は妹と共に、母親に育てられました。子供の頃は、インド、県内の母親の実家を、頻繁に訪れていたそうです。彼女の母方の祖父は、インドの外交官でした。 お母さんはインドの上流階級の出身なのね。ハリスが12歳の時に母親がモントリオールユダヤ総合病院で乳癌の研究をしながらマギル大学で教鞭を取ることとなったためモントリオールに移住します。ハリスは高校卒業後にワシントン DC のハワード大学に入学して政治学と経済学を専攻しその後カリフォルニア大学ヘイスティングスロースクールで法学博士号を取得します。1990年に カリフォルニア州の放送資格を取得して、検事として働き始め、2010年に民主党からカリフォルニア州司法長官に立候補して、当選します。2016年にはカリフォルニア州選出場委員,議員に立候補して当選し、2020年の大統領選でバイデン氏の副大統領候補となって当選します。当初は民主党予備選に大統領候補として立候補しており、討論会で自分が小学生の時に黒人が多く住む地域の子供を 白人の多い地域の小学校にバスで通学させる制度の対象になっていたことに触れ、バイデン氏が過去にこうしたバス通学制度に反対していた、などとして批判しました。この時の経緯から、バイデン氏との間に、依然、わだかなりが残っているのではないかと、懸念する声もあります。じゃあなんでバイデンはハリスを副大統領候補に指名したの人種差別行為運動の、ブラックライブズマターの高まりに、配慮した人選と言われています。討論会の、 まだかなりのせいか、バイデン氏はハリスを、対応が極めて難しい、移民問題担当に指名します。そのおかげで、ハリスの人気は下がる一方でした。2020年に当選した時から、バイデン氏の年齢の関係で、2024年には、副大統領のカナラ・ハリスが、大統領に立候補するのではないか、とも言われていたのですが、バイデン氏が、ハリスの人気を盛り上げようとした様子は、あまり見られません。バイデンも器が小さいわね。ところが前述のように、 ここに来て、体力の衰えが隠せず、外交の舞台で、副大統領のハリスに大学を頼まざるを得なくなったようです。ハリスにとっては、マスコミへの露出が増えると同時に、外交経験を積めるという、一石二鳥の機会となりました。ちなみにハリスは、ワークレイに住んでいた子供時代に、プロテスタントのバクテスト教会の聖歌隊で、歌っていたということですが、同時期に、ヒンズー教の寺院にも、通っていたそうです。2014年には、ユダヤ系の弁護士、 ダグラス・エム・オフ氏と結婚したのですが、その後もハリス星を名乗っています。世界三大商人の、隠ウとユダヤ人の夫婦ですから、最強ですね。ちなみに、フェイスブックのザッカーバーグはユダヤ人で、奥さんは佳境ですから、同じような最強夫婦です。世界三大商人同士って気が合う組み合わせなのかしらさて、米大統領選には、もう一人、インド系の候補者がいます。トランプ2.0と言われて話題の、共和党のビベック・ラマス・ワミです。 今ではちょっと、ヘイリーに引き離されてしまいましたが、ラマス・アミについても、少し触れたいと思います。ラマス・アミは、インド、ケララ州からの移民の両親のもと、1985年、オハイオ州シンシナティに生まれました。まだ40前なのね。父親は GE のエンジニアで、母親は精神科医でした。ハーバード大学卒業後、イェール大学ロースクールに進学するのですが、在学中にすでに、金融、バイオテック、製薬関係の事業を手掛け、 卒業後の2014年、バイオテック企業である、ロイバントサイエンシズを創業します。創業からわずか3年後には、そんなサヨシシヒソフトバンクビジョンファンドから、11億ドルもの資金調達に成功したことで、話題となりました。フォーブスによると、個人資産は9.5億ドルということです。今回の大統領選で、共和党の候補者となる可能性は、限りなくゼロに近いのですが、トランプ氏が副大統領候補に指名する可能性が、取り沙汰されています。 1.0と2.0のコンビ。その場合、アントランクの無党派層の票が、一気に民主党に流れる危険性があるので、どうなるかわかりませんが。ちなみにラマスワミは、ヒンズー教徒でベジタリアンだそうです。ヘイリーやハリスと違って、インド人を貫いてるってことかしら。英国のスナック首相も、ヒンズー教徒ですから、気が合うかもしれませんね。さて、今回の、2024年米大統領選で、話題となっている、隠居の候補者たちについてのお話は、 ここまでです。楽しんでいただけたでしょうか今日の世界では、インドのプレゼンスがどんどん大きくなっています。同時に、隠居と呼ばれる人々のプレゼンスも大きくなっていると思います。これからの世界は、インド及び隠居に、リードされることになるかもしれませんね。世界で存在感を増している、インド本国のモディ首相については、機会を改めてお話ししたいと思います。それではまた。